どうせ部長に提出する個人の練習メニューを代筆してくれとかそんなところよ。言ったでしょ、強かないけど真面目なクラブだって。にしてもあいつめ、少し優しい顔すると甘いやがって。たけし君も良い親友を持ったもんだ。麗しき男の友情に免じて言ってやるか。あきちゃんはどうする？夕食の準備もあるし、私もそろそろ帰なくちゃ。本当かな。ねえ、収穫ってどんな情報？教えて。で、神岡君としては人魚とか巨人とかモモンガとかで記事になると思っているんだ。そんなところだろうと思ってたわ。でも本格的な取材は初めてなんだから当然よ。最初は調べたいことがあって、同窓会の解放を読んでいたら、かなり前だけど学園の七不思議について書かれたコラムを見つけたの。神岡くんの記事の参考になるかもしれないと思って付箋をつけておいたから、よかったら目を通してみて。僕のことをじゃなくて、僕の記事のことをに訂正しておくね。
今日早いわね。どうしたの？それは関心ね。神岡くんも新聞部員らしくなってきたわね。いいわよ。じゃあお弁当終わりにしちゃうから、ちょっと待っててね。黙り込んじゃって。火事？大げさね。こんなの火事の中に入らないわよ。おだてたってもう何も出ないわよ。さ、新七不思議の記事のこと聞かせて。今のままでも記事にならないことはないと思うけど、少しインパクトに欠けることは事実ね。そう落ち込まないで。そうね、物理の日下部先生に相談してみるのも手かもよ。そう、日下部先生、幽霊とかオカルト話の類は大嫌いなんだって。神岡くん、彼女星稜の卒業生って知ってた？高等部の時は科学部に所属していて、周囲が何もそこまでというくらいの反オカルト主義者だったらしいわ。ほら、それを固定観念って言うのよ。物事を別の角度から見ると新しいことが発見できるってことあるじゃない。日下部先生に反オカルトの立場から七不思議について話してもらえたら、何か新しい切り口が見つかるかもよ。それがいいと思うわ。彼女土曜日でもかなり遅くまで理科準備室にこもっているはずよ。少し待ってくれな。コーヒーは入れるのに時間がかかるんだ。誰もまだ君の分まで入れるとは言ってないぞ。まあ話によっちゃコーヒーぐらい出しても構わんがな。謝ることはないよ。要件は何だい？土曜日の放課後に理科準備室に来るなんざ、どうせろくな話じゃなさそうだが。なんでまた私に？学園の七不思議なんてものには知識も興味もないよ。論客なんて大げさなものじゃないよ。ただ UFO とか心霊現象とかを真剣に論じる人間がいることが信じられないだけさ。科学的に分析なんかしやしない。瓶が燃えているだとかの仮説を立てること自体、相手の土俵に立つってことだろ。だいたいその手の話は心理学か大脳生理学の分野で論ずべきもので、科学的な分析なんて時間の無駄だと思うわね。みんながみんなそうとは言わないが、大半はそれで説明がつくだろうな。まだ何か聞きたいことはあるかい？
そうだよ。帰ろうとしたらアキちゃんと一緒になったんだ。進むくんは？何か新しいネタ話は見つかった？不思議の取材苦戦しているんだよね。取材を強化しないといけないわね。休み時間や放課後だけじゃなく、一日くらいかけて徹底的にやる必要があるんじゃない？ねえ進くん、あきちゃん、明日の日曜日空いてない？むしゃくしゃしていたの、いい気分転換になるわ。パーッと行こう、パーッと。一番乗りね、気合入ってるじゃない。どうしたの？難しい顔して。七不思議の取材くらいで深刻になることないでしょ。進くんでも考え事することあるんだ。10分くらい遅れるって連絡があったの。もう少し待ってあげてね。これツチノコ。
製品のキャラクターなんて趣味じゃないし、それならもう自分で作っちゃえと思って。え？子供の頃って？これ作ったの去年の。一生懸命作ったんだよ、徹夜して。あ、またそんなこと言う。傷つくな。お裁縫は苦手なんだから仕方ないじゃない。こう見えても年頃の女の子なんですからね、一通りのことはって言いたいところだけど全く自信なし。